ついてるから。そうなん、これ年取ってもいつまでも動いてるんだ。あれ動いてくれへんの。え、暗いんやで。食べるときは止まる。ツーショット取れない。子が大事だ、2個だからね。なかなか揃わない。あ、もう動きすぎる。俺の携帯では。一応撮ってるけど、ちなさんもう笑っとけ、なんとかで怖い。ひなたちいちゃん、ひなたもうちょっと前おいで。なんか顔ちっちゃいなぁ。髪が短い。ああ、そうか、髪が短い。髪が短い。忘れてるのかな。忘れてるっていう。忘れてるっていう。イタリアっぽい。ごめん、いい例えが出てこない。もういい、笑った。はい。じゃあ、クリームな。クリームとか。大丈夫なんと思います。うるさいな、ちょっとちょっと元気なくしてやそれ、よし、あ、プールの練習するの忘れた。切るのか、ちょっと切るの。あ、ちょっと、おった。あ、ほら、もう日だってことで、あなたやったら素晴らしい。あなたが来たら、あ、そうなんだ。あ、しようにゃんって。すごい、全然クロックスも続かへん。よし。あんな目されたことない。よし。抱きれるもん。抱きつかれる準備。すぐかかったけど。めっちゃ痛い。ちょっと待って、ほんまに。私話しかけんけど。すごいな、あんた。長ウルト履いてまってても。そう、今その話。なあ、クロックスやのに、なんもせえ。まあ、履いてきて。まだ終わってないって。そうじゃねえか。ズボンつままへんやん。つまむどころか手が出てきたらしくて。パパ？そう、最後の魚を仕留めるときのやつ、足でやりだしてさ。もう、どうしとった。そう、もう、こっちに。嫌い物を捉えました。手が出てたもん、食われて手が出てた。ほんまにあれ、もうさ、足浮いてても関係ないね。もう、タッパでも挟んだろうみたいな。はい、おしまーい。はい、終わり。はい、さん、ゴーリゴーリゴーリ。これ、求愛のやつやん。求愛のハミハミやん。ちょっとバハなわけですね。